続いては地元のトレンドをご紹介する地元例です。今回は一人でサクッと立ち寄ることができて、手作りの家庭料理とお酒を楽しみたい人におすすめのお店です。もう山口さん持ってこいのお店ですよね。ワクワクが止まりません。そしてポイントとしては、はい、和洋折衷な料理が楽しめる小料理屋というところなんですね。ではご覧ください。今回紹介するおかみの台所しのやは、相鉄線天王町駅から天王橋を渡って歩いて4分ほどのところにある今年の3月にオープンした小料理屋です。うわ、美味しいお料理が出てきそうな店構えじゃないですか。お、鋭いですね。しっかりとコロナ対策もしています。お品書きいろいろとメニューが載っていますが、まずは店内を見ていきましょう。目の前に一本板の素敵なカウンターがありまして、おかみが迎え入れてくれますよ。あったかい雰囲気ですね。奥はスペースをしっかり確保したテーブル席、一人でまったり飲みたい人、仲間との食事など様々なシーンで利用できます。お店を切り盛りするのはおかみの宮田忍さんです。これまではイタリアンやホテルなどで15年間にわたり料理人として経験を積み、今年お店を持つことに。私の場合は本当にコロナがきっかけで、一番最後の仕事はホテルでの宴会調理をやっていたんですけど、宴会が全部キャンセルになって、自宅待機みたいな形になったので、それだったらもう仕事を辞めて独立しちゃおうって思ったのがきっかけですね。調理の仕事はイタリアンとかそっち系の方が長かったんですけど、自分がお店をやるんだったらこういう自分が行きたくなるお店がやりたいっていうのは前からありました。看板にも掲げているように台所って入れてるんですけど、自分がお店を出した際にはお客様のリクエストがあれば何でもできる限り応じて、ジャンルにとらわれない家庭料理っていうものを目指したかったので、こういう感じにしました。さあ、気になる料理をご紹介。おかみが愛情を込めて作った一品が並んでいます。わあ、どれもちょっと美味しそうじゃないですか。飾り付けも素敵です。お酒が進むこと間違いなし。人気があるのはぬか漬けと塩辛が人気があると思います。で、ぬか漬けは私祖母がすごく漬物作りが上手で、ぬか漬けも何を入れているのかとか子供の頃に聞いてたのをなんとなく覚えていたので、そのレシピで今も漬けています。年配のお客様が昔お母さんが手作りで塩辛を作ってくれていて、それを手作り塩辛が食べたいっていうところから始まったメニューなんですね。続いては美しい手作りこんにゃく。こんにゃくは、私の母の生まれた実家が農家だったんですね。で、こんにゃく芋も作っていて、でおじさんがよく手作りこんにゃくを作ってくれたので、その味が忘れられなくて自分で手作りするようになりました。プリッとした食感がやみつきになるそうです。育った環境で出会ったふるさとの味、そして料理の世界で身につけた技術によって幅広い料理を提供。うわー、こう見た目もまたいいんですよね。玉ポテサラダ、食べ応えもありそうですよ。こちらメインのおすすめ、おかみの最も得意とするパスタです。そうか、イタリアンで働かれてたから。そうそう、タコとほうれん草のトマトソースパスタ、これは絶対美味しい。また今まで一番作ってきた料理の中でパスタが一番多いので、トマトソースもミートソースも全部手作りしてますし、食べることも大好きというおかみ、料理愛にあふれています。化学調味料も使わない、手作りで全部を作るっていうのをこだわりにしてます。趣味が料理しかなくて、それ以外も料理をやっている時間が楽しくてしょうがなくて、なのでここのお店に立っている時間が本当に私の中で楽しくて仕方がない時間なので、本当に幸せだなと思います。オープン前にも本当にいろんな方に助けていただいて、いろんな人の助けがあって今自分がこのお店に立てていると思っているので、やっぱりそのいつもそういう感謝の気持ちを忘れないで、もっと先のことを言えば美味しい料理が食べたいから篠屋に
行こうって言ってもらえるようなお店にしていきたいです。いや本当にどの一品も美味しそうじゃでしたよね。しかもなんかおかみのこのバックグラウンドを聞きながらいただくお料理、なんかさらに美味しく感じそうですよね。ぬか漬けのお話もあのおばあ様からの、まあ、譲り受けた味ということで、はい、非常にあのお酒が進みそうな一品の数々でした。でお酒の話なんですけれどもね、日本酒すべておかみの地元群馬県の酒蔵のもので全部で15種類あるということなんです。でイタリアンであの腕を振るっていたということで、はい、パスタ小料理屋でパスタって珍しいかなと思いました。ペペロンチーノミートソースなど4種類で、他にもラムシチューやフォアグラの入ったメンチカツなど洋風メニューもあるので和洋折衷、まあ、お酒にも合わせて毎日通いたくなっちゃいそう。しかもこのお料理作ってよって言ったら作ってくれそうな感じもしますよ ね。そのお店の温かさ、人柄の良さというのも伝わってきました。今回ご紹介した内容、後日 YouTube でもお楽しみいただくことができますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、地元れのコーナーでした。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。